鱗報酬が2倍に。新たなサーモンランのステージ、スジコジャンクション跡が追加される。廃墟となった高速道路、シャケがライブ会場に作り変えてしまったようだ。左右二つ市の道路でシャケの渋滞が発生しないよう、道路を行き来して交通整理を行うことが重要になるぞ。パッと見た感じ、ステージ難易度的にはそこまで難しくなさそうかな。早くプレイしてみたい。熊さん紹介から、ビクランのお知らせだ。次回のビクランは、6月10日土曜日の午前9時から、12日月曜日の午前9時、マテガイ放水路にて発生する見込みですので、ご注意ください。今回からビクラン中にお渡しする鱗の枚数を2倍に増やします。皆様のますますのご協力をお待ちしております。ライトチームコンテストに1人でも参加できるようになるぞ。何人で参加してもハイスコアをもとにマッチングを行い、4人でバイトを開始することになる。なお次回は7月1日土曜日の午前9時から3日月曜日の午前9時に開催予定だ。 SNS 表彰のルールが少し調整されているため、添付の画像をご確認いただきたい。ビッグラン中限定にはなりますが、鱗報酬が2倍になったのはめちゃくちゃ嬉しいね。バイトチームコンテストもソロでの参加が可能になったのは神アップで、今回は新お頭鮭の登場はないんかね。以上で本日公開された新情報の発表を終了いたします。サモラン勢としては大歓喜の情報が盛りだくさんだったのではないでしょうか。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ほな。